ない,いよ <coughs> こうか DK さん、早明なこさん、トミネさん、ベルケンタさん、ゆちゃんこんばんは イパぱんさんゆらちゃんたちばなさんしんいちさんきょうちゃんほずじんさんてってさんもマイドうもねえティフはやばかったですよちょっと今日はねティフの話もしつつ配信していきたいと思いますおつかれかいなあみちゃん 母ちゃん風邪じゃないよいつも通り風,通風邪ひいてたの,てたの初めて聞いたようんこれをこんばんは山淳もこんばんはだってさんもひろぴーさんもねっめっちゃ久々だねそうなんですこうかなあ違うそうなんですよちょっと配信をする タイミングがあまりなくてやっと配信できたよしやっと配信できたんだけど配信久々すぎてあのいつも配信でお世話になってるマスキングテープがなくて今日はリアルテープを使っています。 ホソチンさんだるまありがとう。ありがとうだるまだるまだるま。サイズサマハートありがとう。セッキーもこんばんは。えりかちゃんもこんばんは。あら、音符もありがとう。ねえ、そう。手筆でかな手筆の時に。新しいビロニトギャザーの <laughs> <で>。<laughs> はい、7枚目のシングルの「BeLonelyTogether」のね CD が超先行販売されたってねことなんだけど実は私もまだ持ってないです <laughs> もう超超超先行販売ねえ手をお疲れさんありがとう暑かったねしかもなんかあの3日間特に暑い気がしたまゆちゃん こんばんは。奈ンさんもこんばんは。え、声低くな、う。なってないよ。声低くなってないよ。<laughs> いや、でもなんだっけ、あの、あ、今、YouTube とかにも動画が上がってるんだけど、あの、アットジャムエキスポ2019のメインステージをかけてね、今、夢の砂グランプリっていうのに参加してて、それが今日中かな今日までなんだけど、 それもねぜひ皆さんよかったら動画再生お願いします。でそれの動画を撮った時にあの5人は普通にあのアイドル役をやって私とチーコちゃんとニーナちゃんで後ろでオタク役をやってたんですね。もうあのコールみたいなしたりそうみんなをねリスペクトみたいな感じでやってたんだけどその時に 後ろでコールをね叫んでんだけどなんか途中で気づいたんだけど私だけ声低いなってみんなめっちゃ可愛い声でさなんか「マ、ま、ーちゃんマ、ま、ーちゃん」みたいな「絶対エースのマーちゃん」みたいな叫んでんだけど自分だけめっちゃ普通に言ってんのに声低くてちょっとねその時に <laughs> 自分って声低いんだなって思った。 ね、もう、なんか、風のような、風のようなね、この時間だったね、風まぶりさん、ばんちゃん。きょうちゃんも、だるまありがとう。ビー論ンにゲザーって言い慣れないと、ちょっとね、あみんな、最初ね、ビビンロンにゲザーって、絶対言うの。きめらみちゃん、痛たかった。あら、あれ そう、で、CD がま挑、あ、戦行発売されてあ明ってかなあ後日、明しあさとかでインターネットサイン会でまた CD がゲットできる機会があるので少しずつね CD をちょっと皆さんのところへお届けしていきたいですねサイドさんバラありがとうルカさ いやでもそうだよねみんなさ夏休みはやっぱり部活で忙しいよねなんか私はまあ中学ずっと美術部で,で美術部はあんまり活動がなくてなんか夏休みとか他の部活に比べてかなり暇だったんだけど大変そうだったみんな吹奏楽部とか。 演劇部とかかなみんなもう夏の大会みたいな運動部もそうだしそう TIFF ねえでも TIFF 楽しかったね初めての TIFF でまあ私一応前もちょっとアイドルやっててその時は TIFF に出ることができなくて幹に入って初めての TIFF だったんだけど まあ、とにかく暑かかったなんかそのよく握手来てくれる方とか去年よりめっちゃ暑かったみたいな言ってる方いてね楽しかったねいろんなステージもあって一番最初が多分屋上のスカイステージだったんだけどめっちゃ見晴らしのいい野外みたいなちょっと風も吹いててやっぱ野外はいいねでその次が 2日目入って、まあ、2日目のアームレスリング大会もね白熱だったね、まあ、2期からはニーナちゃんとチェネッチャンさんが参加してあそうホウちゃんかサホさんの代打っていうのかなで急遽ちょっとホウちゃんが参加して1回戦を通ってい <laughs> くっていうあれだったんだけど、まあ、ニーナちゃんはちょっと1回戦でね <laughs> あのキャラだけすごい濃いキャラを残して敗退していく <laughs> ニーナちゃんそして <laughs> あの3連続で圧勝して決勝に勝ち残るなっちゃんさんとねすぐ白熱の大会でしたでも一番熱かったのは決勝の最後の最後じゃないけど決勝の時の。 森さんと千奈ちゃんさんで戦ってたのはねもう結構その一瞬で決まる勝負が多かったんだけど瞬発力との勝負みたいな感じだったんだけどなんか結構力がこうここうこうギューってずっとどっちどっち行こっちいくみたいになってなんかそういう腕相撲ってやっぱ激アツだね。 あの試合は私的に一番ね熱い試合だったあ熱いねありがとうなべさん熱いねねありがとう毎日投票してるよってそうなんか再生数もリツイート数ももちろんすごい大事なんだけど一番大事なのがそのホームページ今多分私の固定ツイートになってるとこから見れると思うんだけどホームページの見たいボタンが一番 ポイントが高くてとても重要なのでよかったら最後までね応援よろしくお願いします。ダミ声いやじゃあアニメ声っていうかそうみんなに合わせてちょっと高い声出そうと思ったけど出なかった <laughs> ちょっと限界がねありましたね。TIFF は楽しかったしまあ8人体制で初めてのステージ。 だだったんだけど、まあ、結構慌ただしいところもありつつ、まあ、新たなねスタートを TIFF で切れてね良かったなって思います。BeLonelyTogether は意味的にはあの孤独を共にとか共に孤独になろうとかそういう意味です。そう孤独なのに共にって矛盾してるんだけど。 それも結構歌詞とか曲の中で重要なワードというかになってて今回あっあれだねミュージックビデオミュージックビデオがね先日公開されたんですけどそのミュージックビデオの一応一個の物語みたいになってて物語みたいになってて <laughs> それでねすごい研究したねみんなで「孤独を共に」ってどういう意味だろうとか このミュージックビデオの違うこの曲の主人公は誰でみたいなどういう人でみたいなやったねそうそうだんか最近ショールームやあんまりやってないからさそう話したいこといっぱいあるねミュージックビデオも公開されたしうんミュージックビデオの撮影は一応なんかテーマじゃないけど 撮ったた場所は別荘みたいな感じでまあ恋愛の話なんだよね曲的にだけどただのまあいつもの2期の青春感というかそういうフレッシュな恋愛というよりかは、まあ、主人公の男の「僕」っていう人がいて、まあ、2期の曲で「僕」っていう目線の曲ってまあほとんどないと思うんだけど。 僕っていう一人の主人公がいてまあ好きなね愛してる人がいるんだけどまあその人とはその恋許されない恋というかその格差だったりなんて言うんだろうまあその好きな人がお嬢様でもうその将来誰と一緒に生きていくか決まってるみたいなそれでも そういういろいろな設定をみんなで話し合って作ってねしたんだけど撮影はね、ね楽しかった、ね、<laughs> そのやっぱ表情とかがすごい重要になってくるミュージックビデオで、まあ、愛してるっていう気持ちとかもそうだけど。 なんかちょっとただ好きっていうんじゃなくて切なさだったりなんかちょっと悲しそうだったりなんかそういう表情とか難しかったねすごい。そう吹奏楽えー、誰だ吹奏楽って何があるんだろうラッパとかだよね。 ラッうとあと何だろうなんかあるよね私ねあれが気になるあのこっちのボタンを押すと下のボタンが開くみたいなあれ気になるね「よっちゃんアイスありがとう」あヤングガンがそうだそれも言ってなかった そうなんですよもう今ちょっと発売終わっちゃってるんですけど <laughs> まあ7月19日発売のねヤングガンガンさんの刊末にね掲載させていただいて初めてのソロ撮影でしたんですけど結構それ発売してからまあなんか買ったよみたいなすごいね言ってくれてて嬉しかったし特典会とかでも結構感想を聞けたりとかなんか自分の中でね 新しい挑戦ができたというかでもねすごい楽しい撮影だったしなんかあのケータリングみたいなやつに全部チョコミントで <laughs> なんか全部チョコミントだから私なんかチョコミント好きなスタッフさんいるのかなと思って「<laughs> あれチョコミント好きなんですか?」とか聞いたら「<laughs> あチョコミントが好きだと伺ったんで」ってわざわざ用意してくれてたみたいで。 で、そこで結構チョコミントの話をしてみんなさんにチョコミントを食べてもらったんだけどなんか一人「あこれ美味しい」って言ってくれる方いたんだけど <laughs> あとはみんなね「うーん <laughs>」って感じでちょっと不評だったチョコミントっ <laughs> てね話もありましたねそうあの多分私がびしょ濡れでなんか愛してるってね 喋ってるシンルいやじゃあ,あれあの多分映像だとちょっと分かりにくいと思うけどあの日本当は本当は外でも撮ろうっていうね話が出てたんだけどまああいにくの大雨で暴風で暴風,暴風で本当にすごい撮影スタッフさんとかも大変そうにしてる中。 まあ室内でほとんど撮影進めてたんだけど最後ちょっと外ってみようかっつって暴風の中に中で撮りましたあれはでも私私ね雨好きなね人間だったからねちょっと嬉しかったなんか雨降ってても傘ささないであの大雨降ってる時は傘さすけど小雨とか全然気にしない人で。 なんか、雨好きだから <laughs> なんて言うんだろう <laughs> いやーでもとてもいい経験になったと思いますそうねセーラー服も私セーラー服ね着たかったんだよねセーラー服、まあ、学校の制服じゃないとあんま着る機会ないからねえエモい大ーえ、あっ真ちゃんじゃんまゆちゃんじゃん,、まゆちゃん,じゃん 大声だって聞いたことあるおっきいやつかなそうなんかチョコミントのねお菓子をいろいろ用意してくれててみんなで食べました <laughs> ちょっと食べてみてくださいって <laughs> こうおいしいんで絶対おいしいんでって言ったらあんまりおいしくなかったみたいで ギーボンさんハートありがとうハートに火をつけて「割っちゃう」ねリリーベきっと「割っちゃう」もいっぱい歌うと思います割っちゃうと割っちゃうと苦き様ってどっちもいい曲だよね <laughs> そう不評だったの <laughs> えう、ー、嬉しいでもなんか結構その なんかみんのツイート見てこれ美味しそうだったから食べてみたよとか言う人もねなんかちょこちょこいて嬉しいです <laughs> そう嬉しいなんかなんとかのアイス美味しかったよとか言ってくれる人もいてちょっとね嬉しい限りですね最近はあんまチョコミント食べてないんだけどそうティフとかでもすごいね美味しいケータリングを出していただいて食べてました あのシーンはうん一応なんかちょこちょこ撮ってって感じだった<笑><笑>あそこのさあそこのシーン多分一応 MV 的には結構その愛してるって伝えるこのこのな熱気じゃないけどのシーンでさ木飛んできたら嫌だよね <laughs>。 うそうえー、黒くて細長いのそうなんだ大声ってかっこいいこんばんはにヨイ o ンさんこんばんはにー自分はおぼこいです <laughs> そうなのあれセーラー服着たことあったっけ <laughs> あれ、セーラー服 でも、そんなにないと思うあっ,たよあったっけあったよセーラー服だよ私も思った何か初めてって書いちゃってんけどいいのかなと思ってセーラー服着たっけなんかえそれせあっ <laughs> <laughs> めっちゃセーラー服着てるじゃんそれ何違う違うあーえ着たことあった <laughs> 着たことあったわ 来たことあったけど、来たことあった。えー、あ、こ,あこれか。えー、なんかちっちゃい。来たことありました。<laughs> あれこれセーラー服じゃない。これか。あ、これだ。れあ、ここだけじゃん。あそこだけか。表紙だけここだけじゃん。これ、これ私セーラー服着てます。<laughs> <laughs> ほとんど見えないっていうあでもこれだけでしょじゃあ回目だ人生2回目のセーラー服だったミンタくんあこれミンタくんじゃない <laughs> 君はミンタくんじゃないミンタくんは ミンタくあらかみちゃんこんばんはギボさんかわいいありがとうえ、ね、カウントもありがとう1234そうあれが何年前1年前2年前来たことありますねかわいい この人形は、この人形はね、没みんたくん。本当はこの子がミンタくんになる予定だったんだけど、ちょっとミンタくんになれなかったね。セイブさんもかわいい、サイドさんもかわいい、ありがとう。こっちかなもしかしてだけど。う、えーん。え、でも、あみたに会いたい。あの、明日から、 リリーベ始まるからよかったら皆さんお時間あるときに会いに来てください観覧フリーなのでちょっとね通りすがりでも是非待ってますリリーベだって2回目のリリーベだ楽しみヘドバン待ついや そうだね多分 2D 上だから「BeLonelyTogether」と「割っちゃう二垣様」結構歌って踊ってやると思いますが楽しみです <laughs> 楽しみです非常にあそうそう昨日 t ィフで昨日のグランドフィナーレの時に楽屋一緒でフルポケさんと写真を撮ってもらいました 福岡福岡はちょっと行かないけど行きたいね。ほうちゃんの地元なんでまたね行きたいです。私は行ったことないんだけど。えー、待ってますリリーヴェ。あみたの新衣装大変なこと。<laughs> なんか私の新衣装ね、ここ黄色でちょっとオレンジっぽい赤っぽくてめっちゃね、エビフライの尻尾みたいで可愛いの。 <laughs> 隅っこ暮らしにエビフライのしっぽっていうキャラがいいんだけどなんかね心なしかそれに見えるそうあ,あれだこのねこの子エビフライのしっぽにねちょっと似てるのよ私の腕が可愛い,いですそうなんですフィナーレではね マジパンさんとのコラボ曲出していただいて覚えてるよこの前来てくれたあれだファイナルの時かなとフェスの時にまたねぜひ時間あったら会いに来てねライブもまあ夏になればなるほど増えてくると思うから <laughs> やばい夏楽しみなんか夏のスタートがやっぱィフみたいなとこあったから 楽しみだね手うで始まりアットジャムで締めるじゃないけど <laughs> 楽しみすごい私は尻尾まで食べる派だと思う尻尾まで食べる派だけどなんか尻尾おいしいって思って食べてない <laughs> なんかな流れで尻尾まで食べてるビーロンに入れビけどビ,ビロン,ビロン メンバー結構「ビーロンリー」って言ってる瀬戸里とかもあのちょっと全部言うとちょっと長いからなんか「ビーロンリー2学期割っちゃう」みたいな「もり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 」知ってるよてるそう私隅っこからしすごい好きで。 めめっちゃ人形とか昔集めてた今はあんまり集めてないんだけどたまにお店で見るとすごい新キャラ増えてて夢いやーありがとうほんとにそうまあ夢の砂は今日までなんだけど結構その1位中間発表の時2位だったんだけどその1位の方との差が結構開いててってとこはあるんだけど なんか一応その2期として一回夢の砂グランプリに参加したことがあってその時は惜しくもその勝ち取ることができなかったってことだから今度こそはねまあメンバーも増えてパワーアップした2期でぜひね勝ち取りたいなと思うんですけどちょっとねこればっかりは最後まで皆さんよかったらねちょっとでもいいので。 1>, 1回でもいいので動画を再生していただいて今日ラスト1日投票していただけると嬉しいですそうなんかもし私はちょっとあの申し訳ないことに友達が <laughs> ちょっとね頼めるような友達があんまいないんだけどもしちょっとあの気の許せる友達がいる方は <laughs>。 ホーームページこれちょっと1回だけでいいから押してって感じでお願いできたらとても嬉しいです <laughs> 新しんさん誰もありがとういや友達友達作れないまま夏休み入るっていう <laughs> もう一番一番よくないケースにね落ちたの。 夏休みといったら、まあ、結構その友達同士でっていうのが、まあ、今はないけど結構そのあるところが多いと思うんだけど残念ながら <laughs> 残念ながら親しい友達を作れずに夏休みをそ本当だよ私こそビールそうだよ。 なんかねでもねあの一、ー、個思ったのが私 LINE の交換の仕方がわかんない <laughs> なんか結構その LINE の交換の仕方がわかんない <laughs> なんか何て言うんだろうなんかスムーズなさ、まあ、あの今時のな交換の流れみたいなのがなんか多分あると思うのよあラ LINE 交換しようおいいよポチみたいなそれがね私できないな <laughs> 本当に人と LINE を交換するっていう行為をね、してこなくて、今更ながら LINE の交換の仕方わかんない <laughs> それ。ガラケーとかだったらさ、あの電話番号とかさ、ポチってできるんだけど、もう時代についていけない。悲しい。詩人とか <laughs>。 新サンダルマありがとうじゃんそういえばそういえばこちらこちらに見,の見覚えはありますかこれねすごいんですよ。してる人いるかな そうこれあの梶井さんのお誕生日の時になんか何あげようかなってすごい悩んでやっぱもう二十歳だしお姉さんだしで結局そのまあそう口紅とかそういう気にしようかなって思って買ったんだけどこれはちょっと数日前にあの母ちゃんが見っけてきて <laughs> 買ってきた笛なんだけど。 最初はちょっとこ,こんなのいらないかなって言って別私使えばいいかぐらいで持ってちょっと吹いてみたらなんかめっちゃ梶井さんっぽくて翌日あの青い色違いの笛を買うっていうねこれすごくないこの音がね素晴らしいの。 いや違う、細かにしてない、違うんですよでもこれ梶さんがやってたんだけどなんかちゃんとした演奏もできるのなんかちゃんとすればふざけた笛だけどなんだっけななんかそう,、ね、そうそう音がなんかこうやってくけばさ普通の音じゃんでそれをこう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 して演奏できるらしいよ そう、ふざけ、て、こんなふざけと落としてるけど。え、これトロンボーンなの。トロンボーンなの、これ。これトロンボーンなの。そう。これはね、ちょっと、これはあの、なんか話滑った時とかに使えるし。私も駆使していこうと思う。 あ、トロンボンじゃない <laughs> そう私もねちょっとねなんか吹けるようになったらいいなと思って違うじゃん鼻で吹けるかまでちゃんと確かめてそう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 あの買う前にこの音ピオーンはいいとしてこれちょっとあの口がさリコーダーと違うから鼻で吹けるかなと思って鼻で一回私確認してから買ったの。 でもなんかこれをね鼻でねなんか母ちゃん曰くそのなんかなんかこの音の感じが鼻で吹けないんじゃないっつってちょっとちゃんと鼻でこうやって確認してから買いました「<laughs> 蚊取り線香かなありがとう蚊の,季節だよ蚊の季節だからみんな蚊取り線香だ」。 そう <laughs> ちゃんと肌で確認して大人っぽくなったなと思ったら見た目 <laughs> いやでもいいこといいこといいことい見た目だけでもちょっとねあの大人の階段をね登っているいいことだ非常にできるかな いや私は鼻ではやりません <laughs> そうなんか鼻でね演奏しても多分私がやったらなんか違うんだよきっとそうギボ <laughs> さんだるまありがとうだるまちょんいいからさ <laughs> 職員いつ来てください最悪だよね友達できないルートだそれはよっちゃん暑いねありがとう暑いね今飲んでるミントのくてえー、いいな私も大人になるまであと何年5年4年4年かあと4年いや <laughs> いや別に、ね、そこまで恥ずかしくはない <laughs> そ,そこまで恥ずかしくないんだけどちょっと一回,って一回だけね、うん、一回もうにもう二度とやらないからねこれ著作権の問題だからちょっと待って <laughs> れこえ,えどっちん <laughs> こっちかな <laughs>、えー、あれちょっと待って <laughs> えっ待って待って待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って大丈夫 くよ <laughs> 以上です。<laughs> 以上です。<laughs> やばって、こっちかもしんない。<laughs> こっちか。 まあまあそんな感じです。口で言ってないよね。<laughs> ダメだよこれこれスクショダメだよ。えスクショダメスクショダメスクショダメ。に怒られるよあの著作権なのこれは。あの著作権っていうのはねとても大事なものだからダメよ。こ <laughs> としんさん誰もありがとう。えじゃあなくてさ離って。 なんか、左右で呼吸してるみたいで何時間おきにそ,の、ね、それが変わるらしくてだどっちかからしか出ないのよ。って思って今こうやなんか出やすい出にくみたいなのあるからって思って今ねこうやって確認したんだけどなんかどっちからも鼻出てきてさあ <laughs> っ肖像権 <laughs> 肖像権肖像権だめ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 だね音がね。そう。 やっぱ梶さんは声量じゃないなに何, <laughs> 何量声量声量ならぬあの鼻の量何ていう <laughs> が違うんだよやっぱ鼻リコーダー担当ってだけあってねこの音の出方がねもう断然に違うからね肺活量かななんて言うんだろうそうそんな感じよ以上です 花ピアニか <laughs> な何だろうなんか息息息 <laughs> そうみんなダメだよスクショ乗っけちゃうダメだからね私はちゃんとツイッター見てるからね <laughs> そうじゃ顔ちゃう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 よ 天気の子は見てなない天気のなんかこの前この前って言っても結構前だけどちょっと時間あって映画見に行った時に <laughs> 天気の子見るか東京グールってやつを見るかダイナーっていうやつを見るか迷って結局ダイナーを見ましたね。<laughs> 花バンド <laughs>。 いやそういうことじゃ動画ならいいじゃないダメダメなす全てはねあの肖像権だからね天気の子も見てみたいダイナー,、ね、イナー面白かったけど面白かったよ えアラジンはそこまで考えてなかった <laughs> だってアラジンってさアラジンってさアラジンでしょアラジンが私分かんないんだよね <laughs> そもそも。ダイナー面白かった。 ダイナーみたい、そう私もね本当に何見よう、何見ようかすごい迷った。花立部映画面白くて、<laughs> 嘘でしょ。これ本物がいます。そうあのもし花立部に興味が興味を持っていただいた方はぜひ。 あの梶島彩さんという私の先輩がいるのであの毎日配信をショールームでしてるのでぜひそこのルームに行って「鼻リコーダー吹いてください」って言ってみてください。<laughs> あの知ってる曲だったら何でも吹けます私が言っていいのか分かんないけど <laughs> 何でも吹けます <laughs> そうその先輩をちょっとリスペクトして吹いてたのでよかったらそちらの方も。 <laughs> えー、感動する話なんだアラジンってあれだよね魔法のランプだよね魔法のランプが使われるなんかだよねエキストラ行ったえ探せばいるかもしれないってことそれは見に行かないとダメだ え、何のドラマあトイ・ストーリー」もね誰か「トイ・ストーリー」見たいってめっちゃ言ってたな「べしゃり暮らし」えー、そう梶井さんは何がついって言うとそうなんかこの前休憩時間になんか 休憩時間とかなんだろう、なんかちょっとした時間にね、なんか吹いてほしいのある。って言うと、ふう吹いてくれる。ふえ、ぺぺぺぺぺ、それがね、本当にすごいと思う。顔タンバリンならできるんじゃない。顔タンバリン。顔でバンバン。タンバリン持ってないし。顔タンバリンか。顔タンバリン担当。 カオタンバリンかカジに曲やってもらって、あんたがジャン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 あれはハカスタネットとかは,はハカスタネット、ここに入れて <laughs> よだれ出ちゃう <laughs> ハカスタネット良くないあれかななんか絵面的にあんまり良くないのかな カと成長してる <laughs> いやタンバリンってこれ大変じゃんハカスタネットだったらこうやってさでえって考えるとこう私もなんか楽器やりたいし顔タンバリンか履かスタネットあと何かあるかなえカジーさんどれがいいと思いますかトライアングルとかどうにかしてできないかな トライアングルはいやトライアングル難しいか何だろう <laughs> レンジャー<笑><笑>えでもよくないゆりあちゃんギターできるしみんなでさそれぞれ役職を振り割ってさ <laughs> えあと何だろうなんかなんかインパクトあるの欲しいね 歯と顔だから、なんだろうマラカスってあれ、シャカシャカシャカだよねマラカスどうしよう、手でや足、足マラカスいや、足マラカスにしよういや、足マラカスダメだなんだろう、難しいね トライアングルあじゃあトライアングルは普通に手で持って真顔でやる人一人あと何人必要だろうホラガイホラガイえでもホラガイホラガイじゃ鼻でもだそう服系はやっぱ口で拭いちゃダメってなるとやっぱ鼻しかないのか。 耳とかで吹けない吹けないか <laughs> <laughs> なんでもない。なんか頑張れば息出せそうだけど、なんかやっぱそのさ、鼻縛場になっちゃうとさ、違うじゃん。そうせっかく口と顔があるんだから。<laughs> いやダメだ,めだちょっとやめよう。<laughs> やめようこの話。<laughs> ねえ。と t i の話とかするのかと思っていや TIFF の話とかしようと思ってたけどさそうだよなんかさそうでも口とさ鼻から息出せるんだからもっと他のとこから息出せそうだけどね <laughs> <な>んか <laughs> ね難しいよね人の仕組みって。 脇でなる、もうアイドルじゃないじゃん。いや脇でな、えでも確かに脇でこう、あんたの衣装ならできるよ。私か、私かちなっちゃんさんかな、なると。そう脇でならさちょっと違うな。楽器をいかにうまく使うか。 ね、ちょっとこんなこんなふざけた話を <laughs> ふざけた話をしてたけどまあね t i f は本当に楽しかったなんか楽しかったけどみんな大丈夫だったっていう心配あるね本当に暑い中の暑い中のもう夏フェスって感じでまあテンションもすごい上がったし まあ、をわざとわざに来てくれる方もいたりもう本当に初めての方もいた中でああやってワイワイ楽しめてまあ夏で最高って感じだったんだけどちょっとねぜひ、結構みんな日に焼けてて真っ赤になってる方とかもいたから本当にねクールダウンはしていただきたいねなんか私はあんま日に焼けにくいっていうか なんか,かんないんだけどやっぱ焼けて赤くなるとすごい痛くなるっていうからねここはちょっとねみ,みんなよくできるだけ休んでほしい好き好き山田さん <laughs> あでも四きほうちゃんとかできるっぽいけどでもほうちゃんはなんか好きじゃないなもっともっときっと素晴らしいことができるはずだ面白い 無理いや本当にまあ結構仕事とかあってあんまり休めないと思うけどまあで、ね、できる限りねできる限りアかぎりうーんまあ暑いもんね暑い中やっぱ歌って踊っててしてると体温も上がってくるしやっぱね熱中症対策大切だね瓦割り え式、ー、できるって私もね式ね好きだった小学校の子とかすごいやりたいですってやってたいやちょっとあのー、おなら系はちょっとあんまり <laughs> あんまりちょっとそれはダメだねやっぱここここら辺をね使ってやるっていうのがね「花らっ <laughs> あれかななんかボイパとかあるよねチキチキっぷみたいな <laughs> ねうん本当に熱かったねまあアイス販売も待ってあのアイスはあのー、コラボアイスの販売でアップガニのマンマっていうアイスを売ったんですけどあれはねほうちゃん考案のアイスでまあ、ちょっとあ <laughs> の <laughs> これちょっとどこまで行っていいか分かんないんだけど、まあ、ほうちゃん後半のアイスであのバニラアイスにチョコソースをかけてチョコスプレーをかけるというまあ、ちょっとシンプルな感じで、まあ、なんかこれがアプガニだよみたいな感じのねアイスだったんだけど美味しかったです。 あれギーボーさんアイスありがとうアイスそう販売終わった後にはねアイス作っていただいてみんなで食べましたなんかつぶつぶアイスみたいなよく原宿とかに売ってるようなアイスだったんだけどあのアイスめっちゃおいしかったえあ本当はあのー、アプガさんのアイスを食べに行きたかったんだけどちょっと時間なくて行けなくて。 バニラアイスしか食べてない。アイス四杯、アイス四杯やばいね。4<杯>確かに。四杯か。えでも本当に本当に何より暑かったからあの作ってテーブルに出てきてみんなに。 あの商品を手渡すまでにも溶けてるっていう <laughs> あれ溶けんの丸いやつ溶けるよ、うん、溶けてるってすごいねもう激熱の中だったけど新さ、うんおっぱいありがとうチョコミントなかったけどでもあれのチョコミントアイスあるよ今は分かんないけど私一回食べたことありますで、なんかあのカラフルなかりネーさんのアイスも美味しそうだった揚げのミックスだっけ アゲノミックスアイスみたいな感じだったあら蚊取り線香ありがとう私実はあんま蚊に刺されてない結構蚊に刺されやすいタイプなんだけどまだ大丈夫だねあら夜勤頑張ってねありがとうよく寝てよく寝ていやいやじゃあ寝るんじゃないこれから行くんだ <laughs> よくよく働いてよく寝てください <laughs> ちなっちゃんさんが一袋いやあれねみんなでねちゃんと分けましたでもなん,かなんか終わった後にあれはあのー、アイスをいただいたんですよ あのアイスと元となるこのこんぐらいの袋に入ったつぶつぶのアイスをいただいてみんなで分けたんだけどすごい面白かったなんかあのそのアイス販売してるこのぐらいのカップに入れて食べてるメンバーもいれば <laughs> こんぐらいの丼にね <laughs> 入れて食べてる <laughs> メンバーもいたんだけどその丼に入ってるアイスが。 丸いあの丸い粒々のアイスで白いから私から見ててもご飯食べてるようにしか見えなくて何 <laughs> か面白かった絵面がそうでもね美味しかったあのアイスいっぱい食べたわでゃあ間違え間違えた <laughs> そう 見たからもらうと思った。いやーいいじゃん。ほうちゃんかわいいよ。うん、ほうちゃん、ほうちゃんは本当に可愛い。可愛い,いけど。可愛い,いけど、やっぱ先輩先輩だし、ウリになるところもね。めっちゃあります。ほうちゃんかわいいよ。ほうちゃんかわいいよ。いや、本当にご飯に <laughs>。 <laughs> あれ丼に入ってるとすごいご飯にしか見えなくて <laughs> ベースボール T シャツねあれもねすごいかわいかったね、まあ、ありがたいことにねももうちょっっと色あっていいでもやっぱ2機だからあれもメッシュ生地っていうのかなすごい着やすくてこれかこれだ 二機こんな感じでね。よいしょ。そうこれめっちゃいい。いやでもほうちゃん頼りになるとこいっぱいあるよ。 うん、うん、え学力対決したら多分私嫌、えー、だないい負ける気がする私ーほうちゃんって結構ふわふわしてるしふわふわしてるけどなんかバカとは別だと思うバカっていうのはもう多分私のような <laughs> 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 バカじゃないのバカっていうのはバカなのよ <laughs> ね、学力対決はちょっととやめとこうなんか一時期その学力グループ内での学力対決みたいなのにすごい憧れてた時があるんだけど今はもう嫌です <laughs> 今はもう嫌だそれはでも運動力対決も嫌だし結局結局ね結局でそうみんなワッチャをぜひねコールとかしてなんだっけ じゃあツンツンツツアイアイテツぜひリリーベできっといっぱい歌うと思うのでまだ見てない方はねえあほいほいかぜひねチェックしてくださいちなっちゃんさんのツイッターからほうちゃんがねわっちゃう講座をしてるのがある え、私、え、50メートル逆に誰に勝てるだって、ほうちゃんは絶対速いじゃん。なんでほうちゃん狙いで行ったのいや、ほうちゃんは速いのはもう確定なの。ちいこちゃんは分かんない。分かんないけど、まあ、私よりは速いの。なんかね、その話してたのよ。次誰ゆりやちゃんは、 ゆりアちゃんは多分、なんか平均よりちょっと速いみたいな。あの8秒台とかちょっといい感じのところをついてくるタイプだと思う。タイプ別かよ。え <laughs> ニーナちゃんは、ニーナちゃん分かんない。みんなわかんないニーナちゃん、あんまり走ってるイメージがない。けど、ニーナちゃん走ったことないかも。 そうなんかもう外で走るっていうことをイメージがない本当にもう東京のお姉さんみたいなでもう多分走ったら普通に余裕で走れるみたいなそうタイプじゃん梶さんはうんどうだろう バスケ部だよバスケ部じゃあ早,い早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 いまー、あ、ちゃんさんは早い <laughs> いやもも東京マラソン完走してしまうぐらい持久力もあって、まあ、足も長くて早いじゃんチラっちゃんさんも多分早そう,だようんなんか運動系とかなんか全て強そう ってなったらやっぱり <laughs> 私が一番遅いと <laughs> なる <laughs> いや補欠だと <laughs> いやでもバスケってなんかすごい体力使うって言うしなんか結構そのボールのこっちってっちっての動きが激しい分動くって聞くから。 かな時間大丈夫わかんない見てなかった What? え21時私ダメなパティーン <laughs> もしかしてだけどもしかしてだけど私は21時に配信できないんじゃないのえ21時だっけ ?22 時じゃなかったっけあれ待って。 22時かと思ってた22時だよねんかこの前アットジャムのショールームで22時だった気がする大丈夫だよもうやめてもうブーって絶対分かってるやんいやでもまあとはいえそろそろね、まあ、1時間だったし順位も読んで終わろうとあ,なたあれっていううな話して あなんだろう明日からリリーフ始まる明日新宿だった気がするリリーフはだいたい十何時だっけ十何時だっけ十七時半じゃなかったそんな早かったっけえじゃあ多分あのケツが20時で 6時半スタートそう6時半スタート<っ>で30分ぐらいやってあそう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 え削って言わないよくさえ嘘うえ <laughs> <laughs> なんかごめんえっちょちょよくスタッフさんとか「ケツ何時までだから急いで」みたいな言うのよ<笑>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  <laughs> ちゃう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  <laughs> えっ、ー、<laughs> 違うよ違うよそれは違うよ <laughs> いやーみんな面白いねそう言うのそうやって <laughs> まあそう終わりが20時までだから18時半に始まって19時でまあ特典会をシュッとやって終わりって感じだねねえ <laughs> <laughs> 違う違う違う <laughs> それは語弊を生んでいるよねえ <laughs> いやーもうそうそうそんな感じああそうそうそうだねショールームで結構話しないこといっぱいあったねまあ29かな違う7月 違いますね、6月2日から新横浜から始まったツアーが7月28日の新宿レニーでねまあ完走をね皆さんのおかげで、まあ、誰一人かけることなく完走してまあそこで一応立功さんは卒業という形で29日にはねセレモニーが行われたんですけどねえ あでもあれだね正直、うん、私が入った時にはまあ先輩メンバーがいるっていうのが普通だったしなんかうんもう歌もダンスも、まあ、MC とかもねやっぱ全てにおいて先輩に頼りすぎていた部分がね、あると思うからまあいつも、まあ、後輩っていうのは変わらないけど なんかいつまでもそういう後輩じゃなくてねしっかりその、まあ、今回だったらりッコさんを受け継ぐというかまあ2期に残してくれたいろんなものを受け継いでさらにまあこの夏まあ2期にとっては勝負の夏でもあるのでねまた8人の今度は8人の「アップアップガールズ」過去2期を大きくしていけたら いいまありっこうさんはその今後夢にまあアイドルとは違うけど自分の夢に向かって走っていくってことなんで私たちもねアイドルとして大きくなっていつかはまあ共演というか衣装作っていただけるように頑張っていきたいと思いますね。でそうでそれで っていうから、まあ、8人体制が始まったって感じで明日からはツアーじゃないツアーじゃない <laughs> 明日からリリーベも始まるので観覧フリなんでね是非会いに来てくれればなと思いますちょっとリリーベの情報をチェックしたいところであるいや13% 足りるかでそのリリーベが始まるわけでございますが明日は新宿新宿 <laughs> 新宿でやばいもう iPad が壊れかけてる。 ホームページに載ってるかなちょっとこんなに近くに電波があるのに電波が全然届いてないっていう届けーえっでも <laughs> 電波 w i f i がもうこの iPad だめだねちょっとこれでいいや明日新宿 違うえっそうあさってしあさってがインターネットサイン会私は多分初日かな7日の方で梶井さんちいこちゃん亜美田かなで8日はほーちゃんにいなちゃんゆりあちゃんかな 新宿ですこのインターネットサイン会はちょっとあのスケジュールの都合上間違、まあ、っちゃんさはないんですけどって感じで9日は HMV 渋谷二点18時半で土曜日が土曜日が小。 庄島森タウンにて12時から11秋島,秋島か。秋島 <laughs> 森タウンにて12時14時半14時半17時からの三部制三部制となってます。え昭和のショーでしょこれ。いやこれはちょっと,ょっと引っ掛け問題よ。って感じで次日曜日11日は。 まあ12時14時半17時で新宿丸い面あれですね屋上ですねであります12日はタワーレコード渋谷12時からであってそう12日にツンパラとねイベントに出演させていただきますこちらね16時からなのでぜひお願いします13時 違う、13日はまた渋谷ビレ版ですね14日は立川立日のララポート15日は錦糸町タワーレコード17日は池袋丸い3部制になってて最後かな最後吉祥寺キラリーな吉祥寺吉祥寺にて最終日おそらく最終日となるね。 リ,リーベ三部制でありますで本当にまあ盛りだくさんのリリーベ週間2週間 ?2 週間かな大体2週間ぐらい盛りだくさんリリーベ盛りだくさんとなっていてほぼ毎日ライブって感じになると思うのでぜひ一日でもね暇だよって日あればぜひぜひ見に来ていただきたいですお願いしますえー、でもねあの丸い面の屋上私めっちゃ好きです ミやミなの時もまあその前も結構その丸い面でのリリーベはあったんですけどなんか昼となんか昼と夕方と夜でねちょっと全然違くてね面白いねやっぱ野外だし立川だよえー、コンクール頑張ってねコンクールか いいなあ,ないあそう <laughs> そのジャケットが八形態になってるのでもしちょっとあの私のがちょっと残ってたら残ってて,い,ってっいやでも得点券欲しいから仕方ねえやって仕方ねえやってちょっとね1枚手に取ってくれたら嬉しいですそうぜひゲットしてみてください いやでもそうやん、ね、でもぜひねまね、あ、8枚コンプリートしていただきたいところではあるんですけどでちょっと自分の推しのジャケットをゲットして部屋に飾るなり <laughs> まあ聞いてほしいんだけどねしてくださいえっ <laughs> そしたら多分あの自分のちょっと 本当はほうちゃんの買いたいんだけどいやでもほうちゃんねどうしようってなったらし仕方ね特得点券欲しいしとりあえずアビタ買っとくかって <laughs> あのちょっと仕方ない気持ちで <laughs> いいのでねぜひ、まあ、お手に取ってくれたら嬉しいですいやありがとうねえ t でゲットしてくれてる方もいて並べると。 並べると1枚になるかちょっとわかんないけどでもあれはあのー、ジャケットは人がいて後ろにこう抱きついてるみたいな感じになってんだけどその組み合わせはみんな違くなってる<あ>から、まあ、最終的にそのみんなつながるような感じ顔は映んないけど一応このこれがそれぞれちゃんと全全員全員 全員誰みたいなそういうのはないね <laughs> 願いが叶う <laughs> いや願い叶なんか分かんないけど<何>そう <laughs> ぜひね <laughs> ぜひあのジャケットねこの手もね人によってちょっと形とかね大きさとか違うから,から <laughs> そう誰の手かと思って当ててみてください私はもう誰に抱きついたか覚えてないです <laughs> 覚えてないけど多分 誰だろうなみたいななんか結構その調整でいろいろ変更があって結果自分が誰に抱きついたか覚えてないんでぜひねぜひちょっとこの手は誰かなとかまあそういうちょっとした楽しみもありつつぜひゲットしてみてくださいで感じでじゃあそろそろ 順位を読んで。終わりにしようと思います。十三位。十三位細ちんさん。十二位ギボウさん。十一位メイ、ま、ちゃん。十 <laughs> 一位山ちゃんさん。はい。九位よちゃん。はい。

素敵ありがとうイエーイそして2位がしんいちさんありがとうございますイエーイそして1位がなべさんイエーイありがとうございますなべさん1位です他にもね星投げとかギフトとかコメントとかカウントとか いろいろ1時間ありがとうございましたこう <laughs> そうですねちょっとこれも定番白目ドラムロールはまたそうだねちょっと配信はまた次いつできるかわかりませんがまあできるだけね、まあ、話したいことがちょっとどんどんねたまってってね多分あと あとあの3ブロックぐらい話したいことがあると思うんだけどまあちょっとまた今度配信できればいいなと思いますそうですねあの「夢の砂」グランプリに参加してるんですけど今日までとなるので是非皆さんあれじゃないあのぴったりなんか何23時59分とかじゃなかったっけ昼とかだっけそうだよね 今日までとなっているのでぜひ今固定ツイートにその YouTube の URL とか Twitter の URL とか貼ってあるのでぜひそこから、まあ、視聴とリツイートとか投票とかもろもろお願いします今日が最後となるのでね最後までよろしくお願いしますって感じですまあ、あっという間に1時間経ってしまったので そそそろそろね、ね、配信終わりにしたいいと思いますすうです、ね、あのー、ちょっと私も詳しく覚えてないんだけど視聴回数が多分視聴回数が何ポイントリツイートが何ポイントとかあの、ポイントごとあの、やることによって獲得できる投票ポイントが違うんだけどその投票ポイントは多分一番大きなポイントになってくると思うので。 ぜひね、最後まで、よろしくお願いします。今日見うん。よかったら、あの、ホームページの U. R. L. も。ツイッターのあれに貼ってあるので。あれにしてこてツイッターの方に、ね、飛べば、入れるようになっているので。ぜひ最後まで、よろしくお願いします。 あ、そうだね、結構そのイベント情報も更新されてるので <laughs>、まあ、公式ホームページなりいやちょっとね <laughs> なんかねそうイベントがねいっぱいあってにありがたいことにねその新メンバーになってからいろんなイベント出演させていただいてるんだけどちょっといろんな機会があって <laughs> ちょっと全部把握しきれてないのでちょっとホームページの方、まあ、ブログだね ホーームページよりブログかなアメブロの方もねチェックをよろしくお願いします。やたさんこんばんは。じゃちょっと近,近,、まあ、近々ブログ書いてそこに告知もまとめようと思っているのでそこはちょっとよろしくお願いします <laughs>。って感じです。あそうなの あでもなんか分かんないけどブラウザによって入れるみたいなだしちょっと分かんないけど私も詳しく分かんないけどまあとりあえず一回でも多くちょっとね時間があるときに視聴してくれればありがたいですとても宿題はちょくちょく頑張ります嘘つけ <laughs> いやちょくちょくね いや今日とかは本当に今日とか時間あって宿題進んだし <laughs> そんな感じですね今日の配信は終わりたいと思いますありがとうございましたイェイイェイこっちかこれかこれか <laughs> よしそれでは配信終わりたいと思います本当にね、まあ、1時間ありがとうございました 以上アアップアップガールズかっこにきのみたことにみでしたバイ,バ,ーイバ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 イ。